少し見てもらえないでしょうか。よし、なら病気の塔に代わって私がその喜びを教えてあげようか。私たち4人で輝きたい。震撼させた。私うまくなったよね、真央ちゃん。私、時々眼鏡を。うちにはレオンくんっていうカメレオンがいるの。すっごく賢く、最近ムニちゃんにゲームを教えてもらってるんだ。うちにはレオンくんっていうカメレオンがいるの。すっごく賢くて可愛いんだよ。可愛いとって簡単だね。でも永遠にのろけてきそうだからやめて。お芝居を見てきたんですけど最高でした。あの臨場感、生で見てこその感動ですね。図書室は静かです。